はい、皆さんこんにちは、榊アトシでございます。14時40分ですね。4月はですね、18日の木曜日ですね。はい、行きましょうか。ですね、日経平均はですね、195.4、上がって3万8000を回復しましたね。31です。ドル円は 154.09 と。香港ハンセンはですね、プラス146というところで来てます。注目ドルウォンですけども、うにゃうにゃですね、1374と、まあ、このあたりでうにゃうにゃしてますね。はい、行きましょうか。ですね、これは大期限ですね。これは昨日、おととい16日に出ていた記事ですね。ドク首相、いや、ドイツのショルツさんですね、が中国に突きつけた3つの脳、中共リスクからの脱却を目指すと。ショルツさんがですね、中国にまた行ってるというんで、へえと思ったんですよね。本文行きましょう。中国訪問中のドイツのショルツ首相は16日、欧州は中国製自動車を歓迎しているが、ダンピング、過剰生産、知的財産権侵害の3つの脳を提示したと述べた。これは誰が述べたんでしょうね。専門家は、世界各国は中国共産党との関係で生じるリスクから脱する戦略を考えていると指摘している。中国共産党を阻止し対抗するためには避けられない流れになっている。15日、ショルツ氏はドイツ企業の幹部らを率いて同済大学ってあるんですね、を訪問しスピーチを行った。ロイター通信によると、ショルツ氏は同済大学で、ドイツやヨーロッパもある段階で中国車を輸入することになるだろうが、公正な競争でなければならないと表明している。言い換えれば、ダンピングや過剰生産、権利の侵害があってはならないということだ。台湾南華大学、国際事務と経営学科の孫国昌准教授は、ショルツ氏の訪中の一つの焦点は、中国共産党が不公正な競争によってソーラーパネルや EV を大量に輸出しているかどうかだと語った。まあね、不公正な競争でしょうね。孫氏はドイツの産業、特に EV 産業がリスクに直面しているとき、ドイツと中国は非常に重要なコミュニケーションを行っていると見ている。実際にドイツでは中国との関係において意見が分かれている。ベアホック外相は中国共産党に対して強硬路線を取っている。一方、ショルツ氏は独中間の経済貿易関係を重視していると。ベアホック外相と確かに党が違ったと思いますよ。ショルツさんは SPD でしょ。ベアホックはなんか違う党やったような気がするな。ショルツ氏の訪中は昨年7月にドイツが中国に対し脱リスクの政策と立場を明らかにした中国戦略報告書を発表して以来初めての団体訪問となり、多くの注目を浴びている。呉氏によれば、ショルツ氏の訪中は中国との競争協力関係において一定のバランスを取ろうとしているようだというと。中国ってね、メルケルさんの時ですね、3年ぐらい前かな、までは中国ともうベターとですね、ズブズブの関係だったんですよ。メルケルさん何回訪問してんの？在任中に6回か7回訪問してたんですよ、中国を。それで中国の企業は大量に中国に進出してですね、車を作ったりですね、あるいは化学系の企業が材料を仕込んだりとかですね、あるいは製品を売ったりとかしてるわけであって、もうなんでっていうぐらいにドイツと中国の間はベタベタになりました。よう分かりませんけどね、それはね。ヨーロッパの企業ってね、日本やアメリカの企業よりもですね、中国に進出しやすいんですよ。なぜかというとですね、中国
ってやっぱり巨人化がいっぱいあるわけですよ。共産党がガツッと支配していてですね、何をするにもですね、あの役所の巨人化が必要になってくるんですけども、あの日本やアメリカの場合、企業がね、あの不明朗な支出ができないんですよ。あの使途不明金っていうことになってですね、それがですね全部税金かかってくるんですね、それをやると。とかヨーロッパの企業っていうのは、売上の 2% やったかな、あのまあ国によって多少違うんですけども、売上の 2% ぐらいはですね使途不明金があっても OK。 つまりですね、1兆円を売り上げる企業であればですね、200億円ぐらいは何に使ってもいいわけですよ。変な話だからその200億円を簡単な話、中国に行くとですね、賄賂に使えるわけですよ。とするとですね、何でもすぐに許可が下りるわけですよ。で、日本やアメリカやイギリスの企業はそれができない。なんでできないかというと、そういう税法制になってるわけなんですよだからですね、非常にこう賄賂を捻出するのに苦労するわけですね。裏金作りをしなあかんわけですね、簡単に言えば。でフランスやドイツやイタリアの企業はそれはですね、日本や日米英の企業に比べたら簡単なんでですね、中国に進出しやすいという、まあ、そういうね元の条件があるんですね。それがあるからかどうかは知りませんけども、中国はベターっと中あの中国ちゃんドイツはベターっと中国に進出してですね、かなりズブズブの関係になっていました。ところがですね、近年はやっぱし変わってきてですね、あの中国があまりにもですね不公正な取引をする、あるいはすぐに技術を盗むというようなことがですね際立ってきましてですね、目立ってきましてですね、ヨーロッパもちょっと一歩二歩引くという感じになってます。でウクライナが始まってですね、ロシア、中国は実質的にロシアを支援しますよね。でなんでやねんあの国はというふうになってですね、やっぱり見る目が変わりました。コロナもありましたよね。コロナをですね、あの研究所が出したのはもうみんなもううすうす知ってるわけですね。でも中国はですね、情報統制をしてですね、一切そういうことを認めずにですね、誠にですね、なんて言いますか、強硬な外交に対しました。戦狼外交ですよね。でそれをやられたんでですね、ヨーロッパの中国に対する見方は一気に変わったんですよ。戦狼外交は変えたと言ってもいいぐらいに変えましたね。だから非常に今厳しい見方をして、厳しいというかまあ現実的なんですよね。現実的な見方をするようになってですね。でドイツなんかどうするんやろうと思ったらですね、まあ、やっぱりドイツの政権内でも対中国に対するですねスタンスは下がるようでして、このショルツさんなんかはですね、まだこう是々非々でやっていこうぜっていうかなんですけど、アボットさんなんかはいやもっと厳しくいかなあかんみたいなですね、そういう差があるのではないかなという感じがしますね。で今後どうなるかっていうと、私から見るとやっぱし冷めていくでしょうね。中国がですね、あのインチキなですね不公正なやり方を変えるとは思いませんし、で中国はですね、今後どんどん国産化を奨励していくわけであって、盗めるものは大体盗んだと思うんですよ。なんでこの先、別にそのヨーロッパの企業がですね、やってこなくてもですね、自動車は作れますし、大概のものはですね、まあヨーロッパ企業ほどではないにしろですね、大概のものは作れるようになってしまったんでですね、今後はかつてのようなですね、こう蜜月的な関係にはならないんちゃうんかなという気がする。で、外国の企業にとってやっぱり中国の13億人という、ね、人口の購買力、いわゆる消費者市場ですね、は魅力的だったんですけどもですね、中国は徐々にそれをですね閉ざそうとします。国内でできるものなら何でも国内で作ろうぜというふうになっていくんでですね、まあ変な話、緩やかなブロック経済になっていくのではないかなという気がしてですね、ヨーロッパとですね、中国の間徐々に離間していくんちゃうかなと。まあもちろん全くね閉ざすということはないにしろですね、まあ一つの時代は終わったのかなという気がしますね。でショルツさんはそんな中でもですね、そんなに急激にこう切ったらあかんと、やっぱし徐々にというんでいい関係は続けようというお考えのように見えますね。だから中国に行ってですね、そういう融和的なことをおっしゃったんでしょうね。でも言うところは言うからですね、3つの脳やということになっているのがこの記事ですね。
はい、一応この大紀元の今読みましたですね、記事のページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。